ローンボールズの競技風景ローンボールズはボールと呼ばれる変身球を目標球のどれだけそばに近づけられるかを競う球技である。イギリス発祥のスポーツでボーリングの前身でもあり、オーストラリアやカナダ、ニュージーランドといったコモンウェルス諸国で人気がある。ボールズ、ローンボールス、ローンボーリングとも呼ばれる。また、フランスのスポールブール、ペタンケやイタリアのボッチャといった。 類似のブールスポーツの英語での訳語として、ボールズの語を用いる場合がある。コモンウェルスゲームズの競技種目であるほか、世界大会も開催されている。適度な運動量で楽しめるため、レクリエーションスポーツとして、高齢者や障害者にも親しまれている。起源は、ボーリングと同一であり、起源前5000年頃に古代エジプトで行われていた、ピンを技あいや悪魔に見立てて、 それをたくさん倒すことができたならば、その災いなどから逃れることができるという一種の宗教儀式である。しかし党競技の方はピンを倒すものではないので、この行事との共通点は転がすということのみである。よって、今日の競技形式の直接の起源は13世紀のイギリス、スコットランドで流行したボーリング・オン・ザ・グリーンにあるとされている。 14世紀、エドワード3世やリチャード2世らイングランドの国王たちは兵士たちが休日をおろそかにするとしてしばしば禁止した。しかし、その一方で確実に浸透。シェイクスピアの刺激、リチャード2世、第3幕第4場には女性も楽しんでいたことを伺わせる記述がある。自らも愛好者であったヘンリー・パ世セイは、 貴族ではない平民階級がこのスポーツを行うことをクリスマスの時期を除いて禁じているが、このことはそれだけこのスポーツが幅広い層の人々に好まれていたことを示している。よく知られるエピソードがサーフランシス・ドレークの伝説的な逸話である。1588年7月、プリマス法でボールズに狂じていたドレークは無敵艦隊の接近を知らされた際、ゲームを終えてから、 スペイン人を打ちのめす時間はまだある、と豪語したとされている。その後、アルマダの海戦に臨んだドレークはその言葉通りに、スペインに勝利した。なお、ボールズ禁止令が解かれたのは1845年の、ことである。17世紀以降、北、アメリカ、オセアニアなどイギリスの植民地支配が拡大するに、従って、それらの支配地域へと広がり、 オーストラリアでは1845年にタスマニア州で試合が行われた記録が残っている。1848年、スコットランドのグラス号にプレイヤーたちが集まり、基本となる競技規則の必要性を認識、弁護士のミッチェルが中心となって、これをまとめ、1864年にルールブックが出版された。1892年には、 スコットランドボーリング協会が1903年にはイングランドボーリング協会がそして1905年には国際ボーリング理事会が創設され愛好家たちの集まりが組織化されたコモンウェルスゲームズではその前身にあたる1930年の第1回大英帝国競技大会以来1966年のジャマイカ大会の一大会を除いて毎回開催され 2018年の大会においても競技が予定されている。1966年、施設の不備を理由にコモンウェルスゲームズで競技が行われなかったことから大体イベントとして初めて開催されたのが世界選手権である。女性選手が参加する種目も加わり、1972年以降4年後期に開催されている。また、アジア太平洋地域諸国が参加する。 アジア太平洋選手権も1985年から各年で行われている。パラリンピックでは1968年のイスラエル大会から1996年のアメリカ大会まで1992年のスペイン大会を除く大会で行われた。ボールとジャックヒールのない靴底が平らな靴を履く。服装は白かクリーム色を基本とする。シングルス、ペアーズ、 トリプルズ、フォアーズの4種目がある。シングルスではプレイヤーが一人ずつ交代で競技する。フェアーズ、トリプルズ、フォアーズでは、それぞれ2人、3人、4人がチームとなって、競技を行う。フォアーズにおいて、最初にボールを投げるプレイヤーを、リード、2番目を、セカンド、3番目をサード、4番目をスキップと呼ぶ。 スキップはチームのメンバーに指示を送る司令塔の役割をする。競技は屋外のグリーンと呼ばれる芝生もしくは人工芝で表面を覆われたエリア内で行われる。国際ルールではグリーンは平坦で正方形もしくは長方形、一辺は31から40メートル程度で4.3から5.8メートル幅で区切られていなければならない。 この長方形の区切りをリンクと呼ぶ。グリーンの周囲は、ティッチと呼ばれる溝で囲まれ、さらに板を土手状に立てて並べたバンクによって、ボールがグリーンの外に転がり出ないようになっている。なお、室内で行うものを、インドアローオンボールズ、また、イングランド北部を中心に行われる、中央がやや盛り上がったグリーンで競技するものを、クラウンドオンボールズと呼ぶ。先行がまず、 ジャックを転がして、次にジャックの到達点までと同距離のリンクのセンターライン上にジャックを置き、それを目標とする。以下、交互にボールを投げる。シングルスでは一人四投、フォアーズの場合は一人二投を一投ずつ交互に行う。手持ちのボールがなくなると競技終了となる。終了時点で対戦相手よりもジャックとの距離が近いボールの数が得点となる。ボールは 相手のボールやジャックに当てても良い。ジャックのそばにある相手のボールにボールを当てて、ジャックから遠ざけたり、リンク外に出したりすることも可能である。ジャックに当たったボールはタッチャーと呼ばれ、目印をつけられる。通常、ボールがリンク外にはみ出して、ィッチに落ちると無効となってしまうが、タッチャーは有効とみなされる。明治維新後に神戸、または横浜や長崎などで、 外国人が行ったのが日本での競技の始まりと言われるが本格的に導入されたのは1963年に林秀夫が紹介して以降とされている。兵庫県ではフェスピックが1989年に神戸市で開催された際、正式種目として競技が行われた。長崎県では長崎県年リンピック大会などの県下でのスポーツイベントにおいて 競技大会が開催されている。国営昭和記念公園をはじめ、横浜ラポール、幸せの村、兵庫県立明石公園、長崎県立総合運動公園、佐世保市中央公園などに専用競技施設がある。ありがとうございます。